トリ高等学校は東京都教育委員会が管轄する。数は181校4月時点。2005年度文部科学省学校基本調査によれば卒業者数は42,492人、内大学等進学者数18,272人で進学率は43.0%となっている。改革に先駆的に取り組むことが多く、 他の公立高校へ与える影響が大きい。東京都立の高校の中でも、東京府立の旧正中学、特にナンバースクールを母体とする高校からは、1950年代から60年代に、かけ、東京大学をはじめとする、名門大学に多くの卒業生が進学しており、その人数が各高校につき、一般に各私立高校よりも多かった。ところが、 1965年の年末に進学指導を禁止する帯通達が出され時を同じくして1967年から帯虎を教育庁の加藤京都立の高校入学試験において学区合同選抜制度に変えて学校群制度を導入することが決まり状況は変わる学校群制度は学校間の学力平均化を目指したものであると言われているが 帯自身は当時の雑誌の気候の中で有名工病を打たなければならない。等と記しており、当時すでに都市部では進行していた学歴社会へのアンチテーゼという思想も背景にあったとみられる。結果、東京都立の各進学校は進学実績において調落し、代わりに国立及び私立の各進学校の進学実績における台頭を招いた。 多くの私立新学校では中学入学段階で入学試験を行っており、また一般に私立校の学費が公立校のそれに比して高額であることから学校分制度を含む公立高校の制度に関する改革は公立高校回避の機運が一部東京都民の間に広がったことにより有名大学入学のための受験競争の低年齢化と受験準備費用の高騰、 および、特定社会階層と高学歴との間の結合、固定化などの事態を招き、当初の目的と相反する結果を招いた。また、各高校に設置されていた、補修課の廃止により、老人生への指導等も禁止されたため、高い授業料を払って、予備校に通わなければならなくなった。こうした状況を踏まえ、1982年に、東京都における、 学校群制度は廃止され、かつての学区合同選抜制度に類似したグループ合同選抜制度が導入された。さらに1994年には各校ごとの単独選抜に移行した。2001年以降、石原慎太郎東京都知事によって都立府県をスローガンに都立高等学校改革が実施されている。帯通達により停止されていた進学指導を正式に打ち出し、 学区の撤廃、自項作成問題の導入に代表される入試制度改革、進学指導重点校、進学指導特別推進校、進学指導推進校の指定がされた。これらの改革が功を奏し、都立高等学校の東大現役合格者数をはじめとする進学実績は上昇傾向にあり、二千七年度には独自入試や四十五分七時間制の導入などの 改革を進め、都立府県の象徴とも言われる、日比谷高校が東京大学に28名の合格者を排出などして話題となった。なお、日比谷高校は2010年度に東京大学へ37名、2016年度は53名、2021年度は63名の合格者を出している。また、都立高校の再編も急速に進み、石原都知事の 下から順番に潰していくという方針のもとに、既存の都立高校等配合計画が、さらに加速され、各地区の中堅校、低堅校の多くが統配合された。家政科などを中心とした、職業科は大多数が廃止されたり、普通科や総合科に統合されたりして、事実上の歴史的役割を終え、定時制過程は2から4部制単独校に再編したり、 周辺校定時制過程に統合し閉化、廃止を行った結果、立川高校や町田高校、農業高校のように全日制併設の夜間一部定時制でありながら在籍生徒が300から400名程度の大規模な定時制も生まれることになった。一方、2019年の都立高校入試で日比谷高校が初めての二次募集を行ったり、 高校授業料の実質無償化の私立高校への適用が始まった2020年の都立高校一般入試では、全日制171校のうち47校が定員割れを起こしたりする事態が発生し、私立中高一貫校をはじめとした私立高校との競合が増えている。中学受験の評論家大田い政としまさ教育学院の岡光彦の弁である都立復権というのは、 日々や西福建ということなのであり、都立高校全般を正しく表しているわけではありません。都立上位校といえども、南関大学の合格実績においては、中学受験における中堅難易度の学校と同程度との指摘を引用し、学校の格付けに関する評論家、島野清は私立高校の無償化に伴う公立高校離れを指摘している。 1969年には大学の学生運動などによる影響を受けて、いくつかの都立高校でも高校紛争が発生した。生徒らの要求行動で、同年8月には東京都立青山高等学校で2ヶ月間にわたり、授業ができない状態となったほか、同年10月24日時点で生徒らによる施設の一部が封鎖が行われた都立高校、 高等専門学校は、東京都立日比谷高等学校、東京都立玉川高等学校、東京都立南高等学校、東京都立桜町高等学校、東京都立文高京立立高等学校、東京都立立川高等学校、東京都立航空工業高等専門学校に上った。これに対して、東京都教育委員会は、学校長の移動や、 機動隊の導入を示唆するとともに各校に対して指示に従わない生徒の退学、定学処分を行うよう通達を出した。日比谷高校の例では無期定学など50人が処分を受けた。こうした結果、学生運動の沈静化とともに解消された。スポーツにおいては、それぞれの種目でスポーツ推薦に力を入れ全国大会で上位に、 つけることで教育ビジネスの上で学校名を広告、宣伝する機会が増える。よって、私立学校を最も多く抱える東京では、全国大会が始まった当初から、私立高校がスポーツ競合校として、しのぎを削ってきており、また、東京都では、公立高校に、学校軍制度を長らく設けて、学力差をなくし平準化に努めると同時に、 通学可能な範囲も限られていたために、学校側もスポーツにおいては、有望な選手を積極的に集められなかった。したがって、公立学校である都立高等学校が全国大会に出場することは極めて難しく、出場の可能性が出てくると、都立の星と報道される場合がある。例えば、全国大会の歴史が100年に及ぶ野球では、 夏の甲子園出場経験があるのは通算でわずか3校しかない。これは90年代まで日外系列校や帝京校、関東一校、創実高、国士館高、修得校などごく一部の野球競合私立校に加戦され絶望的な出場確率であったためで、特に都立の星の用語が多用される。全国高等学校野球選手権大会の東京大会、 東東京大会、西東京大会における都立高等学校の戦績ベスト8以上、全国高等学校サッカー選手権大会及びその全身大会出場経験のある都立高等学校1981年以降、東京は A ブロックと B ブロックの2ブロック制となる、関東高等学校サッカー選手権大会、 出場経験のある都立高等学校1981年以降、東京は A ブロックと B ブロックの2ブロック制となる。全国高等学校ラグビーフットボール、大会出場経験のある都立高等学校全国高等学校駅伝、競争大会出場経験のある都立高等学校。ありがとうございます。